はい、どうもこんにちは、渡辺です。本日レビューしていくのが ASUS の最新型のノートパソコンになります。はい、それがこちらですね。こちらが ASUS のエキスパートブックっていう非常に薄くて軽くて頑丈なパーフェクトなノートブックということで、もう何でもござれのノートパソコンになります。はい、こちら今回レビュー用にお送りいただいてますので、実際にもうしばらく使ってます。はい、使った感想も踏まえて、実際これどうなのというところを、お伝えしていこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということでこちらがですね、 ASUS エキスパートブックになるんですけど、もう見ての通りね、めちゃくちゃ薄いです。薄くて、これを開封して一番最初に思ったのって軽っていうところなんですよね。びっくりするぐらい本当に軽いです。こんな軽いのっていうぐらい本当に軽いので、持ち運び、するビジネスユーザーの方は、もうこれね、間違いなく選択肢に入ってくる、ノートパソコンだと思います。ちょっとね、重さを測ってみたいと思います。どのぐらい軽いのかっていうとですね。はい、じゃあいきますね。何グラムなのか。ノートパソコンです。はい、ということで、今こちらの、計量器で測ったところ、857g というふうに出てますね。はい、ということで、1キロ以下です。で、900g 以下、めちゃくちゃ軽いです。ということで、これね、見た目以上に本当に軽いので、まずこの軽さっていうところが、私がこれを開封して、手に取って一番最初に思ったところですね。もうタブレットとかを持ち運ぶよりも軽いんですよ。この軽さの時点でもう最強と言ってもいいんじゃないかっていうぐらい非常に軽くてびっくりしました。ちなみにバッテリー駆動時間なんですけども、これ2種類ありまして、この軽い方のモデルが約10時間から12時間バッテリーが持ちます。こちらでももう10時間以上バッテリー持つので、まあ、かなりバッテリー持ちがいいんですよ。でもう一個バッテリーが強化されているモデルもあるんですけど、そっちで重さが 995g ということで1キロを切ってるんですけど、そっちのモデルの場合はバッテリー持ちがさらに強化されていて、なんと20時間から24時間持つということで、こういった Windows のノート PC としてはもう最強クラス の、 このバッテリー持ちも実現されてます。で、ディスプレイのサイズなんですけど、ちょっと開きますね。よいしょ。こう開くと、こちら14型になってます。だからまあそこそこなんですよね。そこそこの大きさで、まあ、持ち運びとかビジネス用途でちょうどいい感じのサイズ感になってます。14インチのディスプレイサイズ。今このディスプレイを見ていただいても分かる通り、これめちゃくちゃベゼルレスなんですよ。ノートパソコンのこのモニターの縁がすごい薄いんですよね。だからこの本体のサイズ的には、まあ、すごいコンパクトで持ち運びしやすいんですけど、その割には非常に大画面14インチというところも、メリットの一つなのかなと思います。こちらですね、画面占有率はなんと 94% ということです。だから本当にね、ほぼ画面みたいな感じで、このベゼルレスデザインはもう見た瞬間にね、あ、もうこれはもうかっこいいなって思ったところになります。で、画面なんですけども、なんとこれね、角度がここまでいきます。だから、こうですね、ここまでいくんですよ。180度開くということで、例えばもうこの状態でちょっと、誰かにこう資料を見せるとか、そういう風に使うこともできるので、非常にこの180度でこうなるっていうのはなかなか面白いかなと思いました。はい、角度はすごい自由自在ですね。ちなみに薄さなんですけども、こちらがですね、こう横から見てみるとすごい薄いのが分かると思うんですけど、なんと 14.9mm の薄さになってます。だから本当に1センチちょいしかないっていうぐらい薄いんですよ。薄い、軽い、頑丈、だから薄くて軽くて持ち運びにはすごい便利っていうところですね。で、ちなみに頑丈っていうところなんですけども、こちらはですね、マグネシウムリチウム合金っていうこれ素材を使われてます。だからこれね、すごい頑丈なんですよ。だからちょっと落としたりとか、まあ、上になんか重たいものが乗っかっちゃったりとか、したとしても、まあ、そんじょそこらの、ね、使い方で壊れるようなものではないっていうぐらい、かなり頑丈にできてます。だから、まあ、結構激しめにね、持ち運んで使うっていう人も、まあ、安心して使えるノートパソコンかなと思います。で、ね、結構まあノートパソコンって大事なポイントがめちゃくちゃ多いんですよ。普段から使うために大事なポイント、まず一つ目がキータッチです。はい、キーボードなんですけども、まあ、こちらがね、キーボードになるんですけども、このキーボードがですね、すごいタッチしやすいんですよ。ストロークがちょうどいい感じで、タッチしていてすごい気持ちがいいというところもポイントですね。タッチしている時の音はこんな感じになります。こんな感じですね。
タッチ感がすごい心地いいので、まあ、結構長い文章を書いたりとか、まあ、ブログを書いたりとか、まあ、メールのやり取りをするとか、そういう時にキーボードタッチする時も非常に快適かなと思います。で、あとこのキーボードなんですけど、今ねもうすでについてるんですけど光ります。はい、F7 ボタンで光を調整できますので、明るさをアップさせたりとか、キーボードのライトをオフにしたりとか、することができます。明るさ調整は1、2、3、3段階ですね。はい、こんな感じになります。でね、まだまだ大事なポイントがあるんですけど、キーボードはもうタッチしやすいです。で、次大事なのがここなんですよ。まあ、パッド部分ですね。ここが、まあ、操作しやすいかどうかっていうところも、やっぱり Windows 大事ですよ。この Asus のエキスパートブックは、まあ、こちらのタッチパッドの部分も非常にね、大きいんですよ。もう結構タッチしてるんで、ちょっと手の指紋の跡とかついちゃってますけど、大きいんですよね。だからここだけで操作をするのもすごくやりやすいです。で、その上こう滑りがいいんですよ。結構ツルツルした感じの滑りになってるので、まあ、引っかかりとかがなくて、このタッチがすごいしやすいですね、というところもポイントが高いかなと思ってます。で、あとちょっと見ててください。ここにですね、ちょっとねボタンがあるんですけど、ここタップすると、はい、こんな感じで点キーをですね、出すことができます。で、この点キーをタッチして、数字を入力していくことができます。で、ここを消したいときは、パッと、ちょっと押せば、すぐに消すこともできますということで、こちらがナンバーパッド 2.0 っていうんですけど、めっちゃすごいなって、これも感動しました。あ、こういう機能つけてくるっていうところで、ちょっと感動しました。なんか数字の入力とかが多い人は、まあ、これかなり便利なんじゃないかなと思います。ちなみにこちらの PC ですね、スペックはどうなのかっていうところですね。まずこちらですね、Intel Core i7 入ってます。Intel Core i7 の 10th Generation、まあ、10世代目の Core i7 が入ってますというところですね。なので CPU 性能がすごく高いっていうところもポイントです。まあ、Intel Core i7 の詳しい情報は一応概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。その他スペックが RAM16GB ですね。まあ、薄型ノート PC として16GB 入ってたら、まあ、結構そこそこの重たい作業とかもできますので、まあ、万能に、いろんな作業に使える PC かなと思います。ちなみにこういったノート PC を快適に使うために大事なポイントがね、まだまだあるんですけど、ポート類ですよね。ポート類どうなってるのか。はい、こちらでちょっとお見せしていくんですけども、まず USB-C のポートがここに2つついてます。で、HDMI のポートもついてます。で、さらに反対側を見ていくと、USB のポートも入っていて、イヤホンとかマイクの接続できるオーディオジャックも入ってます。ということで、ポート類がすごい充実してるんですよね。だからいろんな、まあ、SSD とか、まあ、ハードディスクとか、まあ、拡張ポートとかをいろいろ接続する、まあ、接続のしやすさっていうところもポイントになります。ちなみに USB-C で充電をすることになりますので、付属の電源アダプターで充電をするんですけども、もちろん付属しているものでなくても、USB-C で、まあ、ワット数の高い充電器とかがあったら、そういったものを使って充電することももちろんできます。で、あと感動したのが、ちょっと見ててほしいんですけど、こちらをですね、開くときなんですけど、ぐーっと開くときに、見えますか、こちら、ここのキーボードの部分にですね、角度がついてるんですよ。だからキータッチするときに角度をつけた状態でタッチできるんですよね。これがエルゴリフトヒンジっていうものらしいんですけども、ちょうどいい感じでここに角度がつくので、キータッチがさらにやりやすいというところもポイントになってます。で、閉じると自動的に、ちょうどねこの角度が、収まるようになってます。開くと角度がちょっとねつくんですよ、こういう感じで、っていうのがすごい感動しました。まあ、あと他にもね、いろいろ使っててポイントがあるんですけど、まあ、こちらは顔認証もついてるし、指紋認証もついてます。だからもう最近のスマートフォンみたいにすごい快適に使えるんですよ。顔認証が Windows Hello っていうもので、まあ、こちらの PC についてるカメラを使って顔をちょっと認識されるんですけども、それで顔認証が使えて、あと指紋もね登録できるんで、指紋認証でもロックの解除ができます。じゃあちょっとどういう感じで顔認証解けるのかお見せします。開きますと、こう開いて、はい、もうこれで顔認証で溶けてるという状態ですね。すごくないですか、これ。で、まあちょっとじゃあ、顔認証をちょっとロックにして、顔をちょっと外した状態にします。こうすると顔が溶けないので、今度指紋認証を使ってみるんですけど、指紋はここにですね、指紋認証をするところがあります。ここですね、ここに指紋認証するところがあるので、ここをタッチすると指紋認証で溶けます。じゃあちょっと顔を外して指紋で溶いてみますね。ここで指を置くと、はい、こんな感じで、ロックを解除することができます。はい。ということで、まあ、顔認証も指紋認証もすごい使いやすいです。で、あとね、4つのマイクを搭載していて、まあ、カメラもついてるので、もうこれ1台でテレビ会議とかもできるんですよね。一応ちょっとカメラの性能をね、チェックしてみたいと思います。カメラ。
で一応カメラって Windows ってもうカメラアプリが入ってるので、この状態でちょっとね録画ができるんですよ。ちょっと録画してみます。はい、どうもこんにちは、渡辺です。今回 ASUS のエキスパートブックのカメラとマイクを使って動画を撮ってみてます。こんな感じに撮影することができます。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで、まあ、カメラも撮れるし、まあ、音も結構綺麗に入ってますよね。だからまあ最近のテレワーク需要とかでこれ1台あるともうテレビ会議もバッチリできるということで素晴らしいと思います。まあ、ヘッドセットとかがなくても、まあ、そこそこしっかり綺麗な音でマイク音を取ってくれるということですね。で、あとね面白かったのが ASUS ってハーマンカードンのスピーカーを搭載している、まあ、モニターとかもあるんですけど、こちらもそうなんですよ。ハーマンカードンのスピーカーを搭載してます。ということで、まあ、ビジネス系のノートパソコンとかってスピーカーの音質がすごい弱いものが多い印象なんですけども、こちらはスピーカーの音質めっちゃいいですよ。ちょっと私の動画ですけどお見せしたいと思います。っていう感じでスピーカーの音質はもうこの薄型のノート PC としては非常にいい方だと思います。うん、であとはそうですね、動画編集できるのかっていうところもちょっとねやってみたんですよ。まあ、早速 Adobe のプレミアプロをインストールしてみて動画の編集がどのぐらいできるのかチェックしてみたんですけども、まあ、まずは普段使っているこういう SSD とか、まあ、こういったものも、まあ、USB-C で接続できるんですよね。繋いであげると、すぐに今まで使ってたデータとかも、引き継いで、動画の編集もできますし、で動画の編集ね、ちょっとやってみたんですけども、まあ、こんな感じで普通にですねサクサク動くんですよ。こうですね。まあ、結構重たいこのプレミアプロとかも普通に結構サクサクで動きますし、でもちろんこの書き出しとかもね、普通にすることができます。まあ、10分弱ぐらいの動画でエンコード時間としては、12分とかそのぐらいですね。だからまあもちろんゲーミング PC とか、まあ、ハイスペックな、まあ、パソコンとかと比べるとちょっと時間はかかりますけども、まあ、あの動画編集できるぐらいのスペックはあるんですよね。それでいてこの薄さと軽さと頑丈さが、まあ、全て揃ってるっていうのが、魅力的かなと思います。はい、ということで今回はですね ASUS の最新ノートパソコンエキスパートブックについて紹介してきました。今回この ASUS のノートパソコンで私初めて触るんですけども、ちょっと想像以上の完成度にびっくりしました。もう一気に気に入っちゃって、もう持ち運ぶんだったらもうこれでいいでしょっていう風に思ったぐらい快適です。特にこの軽さですよね。もう入れてても全くこの、まあ、リュックとかカバンとか重くなんないぐらいのこの軽さっていうのが素晴らしいと思いました。はい、ちょっとこれからねこちらを、ガンガン使って私もちょっと仕事をねしていこうかなと思ってます。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。